イミンギ主演のアクションコメディー、クラッシュ交通犯罪捜査チーム、全12話、毎週月、火曜配信、の第1話第2話が5月14日までに配信された。抜群のルックスで人気のミンギが演じる社会性ゼロで融通の効かない変人茶4歩に、視聴者から早速興奮の声が上がった。以下、ネタバレがあります。写真、ほっぺをくにゅメガネキャラのイミンギが可愛い。 イミンギがコミュニケーション下手な変人キャラに本作は、書内で全く相手にされない交通犯罪捜査チーム、通称 TCI= トラフィック・クライム・インベスティゲーションが絶妙なチームワークで無法者たちを検挙しまくる痛快アクションコメディー。そこに、交通犯罪捜査に関する豊富な資格と鋭い分析力、推理力を持つ青年茶4歩、ミンギも加わり、 個性豊かな血の面々がチーム戦で交通犯罪の捜査に乗り出していく。復讐大行人模範タクシーのパクジュヌ氏が監督を務める注目作だ。低音ボイスと183センチの長身を誇るモデル出身俳優、民ギ抜群のルックスを生かしたロマンス作品の印象が強い一方で、ドラマ、私の解放日誌、2022年、では、ダサい。 という理由で女性に振られる情けないキャラクターを講演。変幻自在の演技力を披露したのも記憶に新しいが、クラッシュで演じる4歩は天才的な操作能力と揺るぎない正義感を持つものの、コミュニケーション能力は壊滅的という変人キャラだ。保険金目当てで殺しましたね。第1集、1、2は、では、そんな4歩が地に合流するまでのエピソードが書かれた。 損保会社の調査官である4歩は、とある人物によって引き起こされた複数の死亡事故が保険金狙いの連続殺人ではないかと疑い、コツコツと単独で調査を重ねていた。一見するとぼんやりとした雰囲気の4歩だが、実は高い調査能力と揺るぎない正義感の持ち主。現場のブレーキ痕から事故の原因を正確にシミュレーションし、 疑わしい人物の元に立った一人で乗り込んで保険金目当てで殺しましたね。とま正面から切り込み、さらには新たな殺人を防ぐため自ら暴走車両の前に飛び出していく。移民儀の変人メガネキャラ、ニファン沸騰を周囲に理解されなくても一向に意に介さず、殺人事件の調査もまるで日々の雑務の一環といった雰囲気で淡々とやってのける独立どっこな4歩。 クライマックスの取り物シーンではその独立どっぽぶりがピタリとハマる一方、相手が警察署長であってもルールを曲げることは絶対にしない融通の効かなさがコミカルに描かれる場面も。視聴者からも、前髪眼鏡のミンギさん可愛すぎ。神経正そうな理系丸眼鏡姿がハマってる。イミンギのキャラがいい。ミンギさん、作品の度にイメージ全然違ってすごい。 イミンギは愛嬌ゼロなはずのキャラを愛おしく演じる天才だと思うの声が上がるなど盛り上がりを見せている4歩とタッグを組む地メンバーも個性派揃い高いアクションスキルと運転技術を持ち合わせるチームリーダーミンソヒ・クワクソニョンをはじめ曲がったことが大嫌いで孤児聖語を語りたがる班長チョチョンチェマンホソンテ・シャマニアで防犯カメラ分析のスペシャリストウドンギ・イホチョル チームの末っ子キャラのヒョンギョン、チムンヒの4人が見事なチームワークで交通関連犯罪を取り締まっていく姿が爽快だ。驚愕カーチェイスカクソニョンの武術アクションに惚れ惚れ交通がテーマの作品だけに、カーアクションがとにかくダイナミック。韓国ドラマならではの豪快なカーチェイスに加え、 犯人の乗った車両の前に回り込んだソヒの車がバック走行で犯人車両の逃走を食い止めるシーンなど、見たことのないカーアクションが随所に登場する。さらに、1話序盤の取り物シーンで早速登場するカクソニョンの豪快な武術アクションも、惚れ惚れするほどのかっこよさだ。スカッと爽快なアクションと愛すべきキャラクターたちのコミカルなやりとりが楽しい新ドラマ、クラッシュ交通犯罪捜査チーム。 次回は5月20日、月曜日、2第3話、21日、火曜日、2第4話がディズニープラスのスターで独占配信される。